こんにちは、作曲の金子ひとみです。この度全音の4人組とその仲間たち第27回目となりました。私はかなり初期の段階からお世話になっているんですけれども、すでに27回ということで先ほども大変驚きました。まあ、継続は力なりと言いますけれども、このように新作、まあ、全曲新作初演という企画を、それを出版社が行うということは本当に画期的なことで、これが27回も続くということには、まあ、参加させていただいている身として、感謝し、それから頭の下がる思いでおります。今年私はバイオリンとピアノの作品を発表いたします。タイトルは H2O です。なんだそれはという感じかもしれませんが、私近年分子モデルを素材として作曲するということを進めておりまして、この作品は自分としてはあっという間に第8作目だなというふうに思っています。H2O ですから、水ということで、水は私たち、日常的に、もちろん日々必要としていて、生きるために必要な大切なものですが、そこに着目し、それから水素が2つ、それから酸素が1つというとってもシンプルな分子構造ですので、それを素材としてですね、モデルとして扱えないかなと思いました。分子モデル見ると、実はこのとっても可愛いんですね。 H が2つで O が1つというシンプルなものがとても私には愛らしくも見えまして、それがバイオリンとピアノという小さな編成の中でどんな風に動くのかなというようなことも想像しながら作りました。今回演奏してくださるのはロスコ、ロスコというのはバイオリンの甲斐文子さんとピアノの大須賀香織さんのデュオで、聞きましたところ来年で20周年になるそうです。本当にあっという間だなとこちらも思うんですけれども、お二人との出会いは、私が、授業をしております東邦学園大学で、お二人がまだ学生の頃に出会いました。ですからもうとても前からの付き合いなんですけれども、とても明るいお二人で、それで本当長年のお付き合いをさせていただいて、います。このお二人のロスコについても、なかなか、こういったデュオとかこういったグループでですね、長い間継続するっていうのは大変だと思うんですが、何なんでしょう、意見が合わなくなったりとか方向性が違ってしまったりとかあると思うんですが、このお二人は本当に長くかなり密にですねデュオを組んで活動されていて、その辺よほど気が合うんだなということと、よほど互いを尊重し合ってらっしゃるんだろうななんていうことをいつも遠くから見ております。今回このようにお二人に、親しいお二人に演奏していただけるということもとても嬉しくて楽しみにしています。それでは、今回私の新作は H2O、バイオリンとピアノのためにですが、その他にも全て、新曲ですので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。